はい、どうもみなさんこんにちは。 EA ミチクソチャンネルのミチクソタスコです。今回も前回引き続きステーブルディフュージョンの Web UI 法人に実装されている細かい便利機能について解説をしていきたいと思います。今回は第3部ということで CC 画像のアレンジに関する補助機能のこの4つについて解説していきたいと思います。そもそも工事ってなんだっけという方はこちらの動画で導入方法と基本的な機能についての解説をしていますので、この動画と合わせてご視聴くださいませ。第1部から続くこの工事の解説動画を見ればいろいろある工事の便利な機能の使い方がわかるようになると思いますので、工事をインストールはしてみたけど細かい機能の使い方はよくわからないんだよなという方はぜひ最後までご覧いただければと思います。で、前回までではこのように10個の生成補助ツールのうち R6 までのツールを解説していきましたので、今回の第3部ではその続きということで主に生成画像のアレンジに関する機能が多い〇7から〇10の機能についてまたこのように4つのセクションに分けて少しずつ分かりやすく解説をしていきたいと思います。はい、それでは早速今回も解説を始めていきましょう。レイテントモディファイアーインテグレーテッド。まずはレイテントモディファイアーインテグレーテッドですね。言葉の意味的には潜在情報を改造するもののまとめという感じですが、この機能はですね、ここかなりボリュームがありまして、今回検証がめちゃめちゃ大変でした。機能の内容としてはこんな感じで、初見だと色々合いすぎてもうなんだかよくわからないですよね。わかります。私もそうでした。これらの理解と検証をまとめるのにとても時間がかかりましたということで、内容と情報量が多いのですが、これらをわかりやすくザザーッと簡潔に解説していきたいと思います。このレイテントモディファイアの機能を系統ごとにまとめるとこんな感じで、全部で8つの項目がありますが、それぞれ簡単にどんな機能と使い方かを簡単に解説していきますね。1、シャープネス。これは画像のディティールの細かさを調節する機能で、このシャープネスマルチプライヤーというパラメーターの数値を上げ下げすることで、書き込みの深さを調節することができます。ちなみにこのマルチプライヤーという言葉は、乗算という意味で、簡単に言うと、掛け算の大元となる数字のことです。例えば、2×3 の場合、乗数は2っていう感じです。この乗数を使ったパラメータ制御は、この後も頻繁に出てきますので、覚えておいてくださいね。それで、このシャープネスマルチプライヤーの数値値は、やってみた感じだと、-100から40前後という感じですかね。効果としてはこんな感じで、ディテールの書き込みを減らして、あっさりした見た目にしたり、その逆に、細かい書き込みを増やすこともできます。イラスト系はこんな感じで、リアル系はこんな感じですね。そしてさらに、このシャープネスメソッドというチェック項目で、ディティールの調節の方式を選ぶことで、その描写の雰囲気を変えることができます。このメソッドっていうのは、方式という意味ですね。この言葉も後でたくさん出てきます。それでこの効果としての方式の違いに関しては、差分がかなり繊細だったので、並べて比較するとこんな感じです。2、トーンマップ。次にトーンマップですが、これは高い CFG の値に設定した時に起こりやすいノイズや不自然な見た目を抑える機能で、もう少し説明すると CFG スケールは通常5から10あたりで設定することが多いと思うんですが、例えば CFG をこのように20から30くらいで設定すると、こういった感じの見た目の不自然さが起きやすいと思います。この不自然さを抑制させることができますという機能です。使い方としては、まず、レイテントモディファイアインテグレーテッドのイネーブルの欄にチェックをして、機能を有効化します。次に、トーンマップマルチプライヤーの数値を調整します。推奨値は 0.1 から 5.0 前後がおすすめです。このトーンマップマルチプライヤーの数値を調整することで、例えば、CFG スケール20で生成する画像に、この機能の補正をかけると、こんな感じです。CFG スケール25だとこんな感じ。30だとこんな感じです。リアル系だと、だいぶ崩壊しちゃってますが、20だとこんな感じで、25だとこんな感じ。30だとこんな感じの調整になりました。並べるとこんな感じですね。このトーンマップな機能を使えば、
支援差を抑えつつ、でかい CFG スケール特有の勢いのある大胆な表現の要素だけを残して、それを活かした精粋ができるようになります。さらに、トーンマップメソッドのチェック項目で、トーンマップの手法を7種類が選べるんですが、これに関しては、こんな感じで特色が結構はっきりしているので、それぞれ試してみると面白いと思います。リアル系はこんな感じで、これ結構面白いですよね。3、コントラスト。次にコントラスト。これは画像のコントラストを調節して、色や印象の強弱を変える機能で、コントラストマルチプライヤーのパラメータをマイナス100から100の間で調整します。推奨値はやってみた感じだとマイナス20から100前後のあたりが安定しやすかったです。使い方と効果については、例えば CFG スケールを低くした精神の場合、こんな感じで色使いと印象が地味な感じになると思うんですが、これをコントラスト調整で全体の雰囲気を大きく壊すことなく、しっかりとした印象に持ち上げることができます。並べるとこんな感じですね。また逆にこのように CFG スケールを高くした時の大胆すぎる描き方についても、コントラストの調整でこんな風に印象を緩和して違和感を抑えることもできます。並べるとこんな感じです。4、コンバット CFG ドリフト。次はコンバット CFG ドリフトですね。これも高い CFG の設定値の時の自然な形状や色合いを抑制する機能で、コンバット CFG ドリフトの数値を上げ下げすることでその調整ができます。推奨値はマイナス5から2くらいの間が良さそうでした。さらにコンバットメソッドの選択で4つの素因の手法から選択ができまして、これもそれぞれ特色が結構あるんですが、並べるとこんな感じです。イラスト系がこんな感じで、リアル系だとこんな感じですね。トーンマップやコントラストと目的とやっていることはほぼ同じなんですが、また少し違ったアレンジの手法ということで、高い CFG の値で生成する際の違和感を解消するための選択肢の一つとして使えるかなと思います。5、リスケール。次はリスケールですね。これもこれまでの機能と目的とやってることは近いんですが、違いとしては元の画像の構成の印象を変えすぎずに、細かい単位で幅広く画風を変化させられるといった点が特徴的ですね。リスケール CFGPHI というパラメータの数値の増減で調節ができます。推奨値はマイナス 1.00 から 1.00 の間で、0.01 単位で結構繊細に絵柄が変化していきます。6、エクストラノイズ。次はエクストラノイズです。これは生成する画像に追加でノイズを加えて、独特な質感やディテールアップを追加できるといった機能です。エクストラノイズマルチプライヤーとエクストラノイズローパス、これらの数値を増減することで調節ができます。エクストラノイズマルチプライヤーの推奨値は3から10ぐらいの間で、エクストラノイズローパスの推奨値は200から800ぐらいが安定しました。さらにエクストラノイズタイプの選択で、5も追加ノイズの方式を6つのタイプから選ぶことができます。効果についてはそこまで劇的な感じでは影響しないようで、追加のノイズ方針の違いについてもそこまで大きな差はなさそうでした。そしてさらに掛け算的に選択項目はまだありまして、エクストラノイズメソッドの選択項目でノイズをどのように追加するかを7個単価選択することができます。ちょっと多いので大まかに分類すると、1から4のような感じで、1系がシンプルなノイズ追加によるディテールアップ、2系が質感の追加、3系が多様性の追加、4系が質感と多様性の追加というような選択肢とのことです。比較として並べるとこんな感じで、かなり微妙な違いなので間違い探しみたいになってますが、なんとなく差がわかりますでしょうか。多様性の向上については微妙なパターン違いっていう感じで、これ結構面白いですね。もしこだわりたい画像の生成ができたら、クオリティの追い込みという感じで、いろいろなアレンジを試してみるのもいいかなと思います。7、ディバイシブノルム。次はディバイシブノルムです。これは潜在空間の情報をノイズや誤った生成物を抑制できるといった機能です。もうちょっと簡単に言うと、重要な部分だけを強調して、余分な要素は排除するといった感じでしょうかね。調整は主にこの2つのパラメータの増減で調整します。
デバイシブノルムサイズの数小値は1から200ぐらいの間。デバイシブノルムマルチプライヤーの数小値は 0.1 から 1.0 ぐらいのあたりが良さそうでした。効果としてはこんな感じで、例としてはさっき出てきた S 経由での設定値を高い数値に設定した時に出てきた裏感じをぐしゃっとしたノイズもデバイシブノルムの機能を使うことでこんな感じにノイズを除去することができます。このように結構なノイズがあってもしっかりと綺麗にしてくれるのでちょっと驚きですよね。パラメータの数値の変え方によってはこのように除去された後の結果も変わってくるので気になった方はいろいろ試してみてください。ちなみにこのようなぐちゃぐちゃなノイズの画像からでもこんな感じで逆に通常では出てこないようなアーティスティックな生成結果も出てきたりするのでちょっと変わったアレンジ方法として使ってみるのも面白いかもしれませんね。リアル系だとこんな感じになりました。8スペクトルモジュレーション、そして次はスペクトルモジュレーションです。これもアレンジという意味では他と似たような目的と機能で今度は主にノイズを抑えつつディテールや画風のテイストを少し変えるといった機能でこの2つのパラメーターで制御します。スペクトルモッドパーセンタイルの推奨値は0から15としてますがこれは基本の5のままでもいいかなと思います。この数値をもとに掛け算的に変換の強度が変わってきます。スペクトルモッドマルチプライヤーの推奨値はマイナス1から10前後でさっきの数値との掛け合わせで高端の強度が変化していきます。エフラに同じようにスペクトルモッドモードでノイズの制御と残すディティールのバランスを選択ができます。これはやってみた感じあまり差を感じませんでしたね。効果の例としてはこんな感じで確かにノイズがかなり抑えめで全体的に絵がスッキリした感じかつ画風のテイストが少し変わっているなという感じがします。リアル系はこんな感じです。画像をスッキリ綺麗にさせたいという場合は良さそうですね。数値の違いでの聞き方を並べるとこんな感じでプラスとマイナス方面で変化に大きく差がある感じでした。リアル系もほぼ同様の結果ですね。 K チェックのみの手軽な手法、あと最後にちょっとおまけ的な項目についても触れておきたいと思います。エージェントモディファイアインテグレーテッドの機能の一番下にこんな項目があったので試してみました。どうやらこれらのチェック項目の選択だけでもこれまで紹介した他の機能と似たような結果が得られるようです。アレクトアンコーンドという言葉は無条件に影響するという意味みたいですね。ここはオンかオフかという感じで選択が可能です。生成画像のディテールを強調してより鮮明な画像を生成できるとのことですがやってみた感じそこまで明確な差は出ない感じでしたね。これはもしかしたらチェックポイントや設定数値によっては効果の度合いが違うのかもしれません。 DYNCFG アーギュメンテーションはおそらくダイナミック CFG アーギュメンテーションってことだと思うので動的な CFG の増加という感じですかね。これのハーフコサインの方を選択すると生成の過程でCFG スケールを変化させて多様な結果を得ることができる。ハーフコサインミミックの方を選択すると生成の過程で特定のスタイルや特性を維持しながら多様な結果を得ることができるってことでやってみるとこんな感じでした。イラスト系はこういう風な感じでリアル系はこんな感じですね。いい感じにほどほどのアレンジ結果がこれらの項目を選択するだけで簡単に得られるので手軽さという意味では数値を設定したりしなくていいので一番扱いやすいかもしれませんね。はい、というわけで継承としては大ボリュームでしたがレイテッドモディファイアインテグレーテッドの機能紹介は以上としたいと思います。マルチディフュージョンインテグレーテッド、では次にマルチディフュージョンインテグレーテッドについてですが言葉の意味的には多少意訳すると複数同時の画像生成処理という感じです。機能の目的としては主にパノラマ画像のような大きいキャンバスを描く際の補助機能といった感じで任意に設定したサイズのタイル処理を使って生成画像を出力結果をある程度高品質に調整できるといった感じの機能です。使い方としてはまずキャンバススケールをこのように横長などの設定にしてその後にタイルの寸法を任意で指定します。こんな感じでファイルズピックスも併用すれば
4096×512 のようなかなり横長のパノラマ画像も生成が可能ですよね。このように大きいキャンバスに対してタイル処理を複数回走らせることで高品質な大型サイズの画像が作れるといった仕組みのようです。出力結果の例はこんな感じで、上の画像がマルチディフュージョンインテグレッテッドなしで生成したもので、下の画像が補正ありで生成したものです。つながりの一貫性としては通常出力の方が自然な場合もありますが、メリハリの効いた高精細な描写という意味ではマルチディフュージョンありの方が綺麗に描けているかなという印象もあります。ちなみに人物や特定のモチーフの要素の指定を含むプロンプトで生成すると、このように複数回同じモチーフが描かれて不自然な見た目になってしまうので、この機能を使って生成するモチーフとしては自然物や建築物などの同じ形状のものが繰り返し出てきてもある程度違和感を感じないモチーフが望ましいという感じですね。さらにここでもメソッドの選択でタイル処理のつなぎ目のなじませ方について2つの方式から選ぶことができます。つなぎ目を重ねてなじませる通常のタイル処理に加えて、ミクスチャーオブディフューザーの方ではタイル全体を一旦ぼかしてから全体をなじませていくという手法で、よりつなぎ目の不自然さを抑えるといった手法も選択できるようになっています。そのミクスチャーオブディフューザーズの方で生成したものがこの一番下の画像ですね。これつなぎ目が滑らかになるのはいいんですが、その代わりにメリハリやディティールの書き込みが通常のマルチディフュージョンのものよりは若干抑えめになってしまうっていうところがあるようなので、この辺はお好みで選択という感じですね。スタイルアラインインテグレーテッド、次はスタイルアラインインテグレーテッドです。言葉の意味的にはスタイルの整列処理といったところでしょうかね。この機能はバッチサイズの数値を増やした際のアウトプットに一貫性を与えるというもので、こんな感じでほぼ同じような構成の少し異なる画像を複数枚生成することができる機能です。こんな感じで通常はバッチサイズの値を増やすと結構ばらつきのある画像が複数枚生成されると思うんですが、この機能を使うとこんな感じで一度に出力される結果の画像のブレ幅を大幅に抑えてくれます。なのでこの機能を使えば気に入った画像の構成要素を残しつつ、ちょっとだけ違うバリエーションの画像を複数枚生成するといったことが可能になります。これ外見がほぼ同じに見えるので、風場で何回もシャッターを切ったように見えてちょっと面白いですし、ちょっとした演出としてもなんか使えそうですよね。イラスト系はこんな感じで、バッチサイズの数値によっては元画像からブレ幅が大きくなってしまうというケースもあるようなので、この辺は実際にやってみて確認という感じですかね。それとこれの応用として、コントロールネットと併用すればこんな感じで任意に残したい要素を維持しつつ、さらに細かいブレ幅の範囲で調整するなんてことも可能だと思います。なのでこれちょっと死んだよなーっていう画像のクオリティの追い込みの際に使えそうですね。ネバー OOM インテグレーテッド、最後はネバー OOM インテグレーテッドですね。意味的にはアウトオブメモリーの抑制といった感じでしょうかね。機能としてはメモリー不足のエラー、アウトオブメモリーにならないようにするための機能で、処理負荷の軽減をする手法が2つ用意されているという感じです。この Enable for Unit の方は CPU の処理負荷を一部 CPU に受け渡すことで OOM を回避するというもので、Enable for VAE の方は VAE の処理をファイル形式で行うことで OOM を回避するというものです。一応この2つを同時に併用するっていうことも可能らしいんですが、これらの機能を使うとエラーは起きにくくなると思うんですが、処理速度がどうしても落ちる可能性があるので、もし頻繁に OOM が発生してしまうという状況になったら、まずはどちらか1つだけを試すということからやってみるといいかと思います。はい、ということで今回の当時の便利機能の解説第3部面白いアレンジ編は以上としたいと思います。いや今回はレイテントモディファイアの機能が多すぎてかなり大変でしたが、覚えた使い方と機能としては結構使えそうなものもあったんじゃないかなと思います。今回も解説に使用したスライド資料については
メンバーシップの皆さん限定で公開して受け取れるようにしておきますので、このチャンネルのコミュニティ投稿のリンクかメンバーシップのページの方からお受け取りいただければと思います。では今回のまとめです。ステーブルディフュージョンウェブ UI 4G の倫理機能の解説第3部ということでしたが、様々な補正機能を活かして生成画像のアレンジに挑戦してみようとしたいと思います。はい、というわけで今回は以上です。今回は生成画像のアレンジ関連の機能をいろいろ紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。これまで3回にわたって紹介してきました当時の生成補助ツールの解説シリーズでしたが、前回までの1部と2部の機能も結構使えるものがあったと思うので、それらと組み合わせて使用すると通常の画像生成の延長線でもかなりいろいろな調整やアレンジで、まだまだいろんなクオリティの追い込みと表現の可能性が広がると思いますので、皆さんもぜひ当時のいろいろな便利機能を活かしてより質の高い画像生成やアレンジに挑戦してみていただければと思います。というわけで、この動画が参考になったよーと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。このチャンネルのコミュニティ投稿や、X の方でも、私は記事ジャポットなどの情報発信などをしておりますので、もしよかったら概要欄からそちらの方もチェックしてみてくださいね。それから、最近は毎週土曜日の夜にライブ配信の方もやっていますので、もしご興味ある方は、ぜひ遊びに来ていただいて、コメントしていただけるととっても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画かライブ配信の方でお会いしましょう。さよならー。バイバーイ。